皆さんこんにちは、丸山くるみです。今日は無印良品とベルシカでお洋服を購入したので、こちらを紹介していきます。ベルシカは初めてで、無印良品もお洋服は初めての購入品紹介なので、よかったら最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、ではまず一つ目なんですけど、一つ目は今着ているこちらのトップスです。 M サイズで、まあ、ジャストサイズかなと思います。 L だときっともう少しゆったっと着られるので、次 L サイズも欲しいなと思っています。こちらはオーガニックコットンを 100% 使用している T シャツで、V とクルーネックとあって、私はクルーネックを購入しました。こんな感じのサイズ感です。後ろの壁が白なのでちょっと見えづらくてすみません。今日はこういった感じのインをして、ちょっとかっこいい感じのベルトで、汗染みがしにくいと書いてあるんですけど、とにかく汗染みはちょっとまだそんなに汗をかいてないので、そして白なのであんまりちょっとわからないんですが、とにかく柔らかくてすごくフィット感のある柔らかい T シャツだなというイメージで、これは本当に購入してよかったなと思っています。では続いて無印良品の2点目はこちらのワンピースを購入しました。こちらはノースリーブのタイプのワンピースで、黒と、私の行った店舗では黒とベージュとあとブラウン、濃いめのブラウンがあって、正直どれも可愛くて、1枚でさらっと着ると素敵だなと思って迷ったんですけど、とりあえずまずベージュにしました。次に黒も欲しいなとやっぱり思っています。このように脇肩のこの空いている部分はちょっとゆとりもあるので、私は L サイズにしたんですけど、長さも一番欲しかったので L サイズにして、なのでここは見えても大丈夫なインナーを着用してワンピースを着たいなと思っています。リネンの素材なのですごく夏らしいですし、こういったポケットもあることで便利だなと思います。そして首元とかもちょっと高い首元で、品のある1枚でさらっと着て素敵なシルエットのワンピースかなと私は思いました。はい、では続いて今着ているこちらの黒のデニムですね。こちらはベルシカで購入しました。こちらは、結構なハイウエストで、スキニーではなくゆとりのあるストレートパンツで、クロップド丈なのでちょっと足首の長さのデニムです。形とこの少しゆったりとした感じっていうのが、黒スキニーとはまた違ったカジュアルさもあって、本当にお値段も1990円ですごくプチプライスで、見つけられて本当に良かったなと思います。セールコーナーに置いてあったので、もし行かれた際はチェックしてみてください。はい、そしてこちらのトレーナースウェットです。こちらがベルシカの購入品最後なんですけど、こちらは今の時期はちょっと暑いと思うんですけど、セールでなんと590円でした。もうゆったり感が本当に可愛くて、スウェットはロゴのものとか無地のものとか、とにかくたくさん私は持っているんですけど、冬
とか、あと飛行機に乗る時とか防寒で持って行ったりもしますし、お部屋で一日ゆったり過ごす日に着たりもしていて、こちらもお値段にも、あとデザインもちろん、あの見た目こちらにも惹かれて購入しました。こういうデニムとのスタイルも可愛いですし、お部屋にいる時はあのスウェットのハーフパンツとかと合わせてもゆったりと可愛いなと思います。はい、以上4点ですね。今回はベルシカと無印良品で4点のお買い物をしました。色違いでもワンピースも欲しいなと思っているので、また購入した際はご紹介できたらいいなと思っています。それでは本日も最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。